おはようございます。どうも、バフコメの周作でございます。さあ、今日は5月の2日、特にすることはない一日なんですが、なんかね、夜に宮城県でも大活躍中の伊達武将隊のですね、長谷倉常長さんが LINE をくれまして、ちょいと会いませんかというお約束をしてくれたので行ってみようかと思います。というわけで、今日は夜まで特に何もないので、家でひたすら動画の編集でもしてようと思います。あっという間に夜になりました。いいですね、家にこもってると1円も使わなくて済むね。水飲んでりゃいいんだもん。というわけで、そろそろ長谷倉さんとの約束の時間なので、ちょっと行ってみたいと思います。なんだろう、今日の分、5月2日、よし、行ってきます。あれは、長谷倉さん、すみません、なんか、はい、いや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 、もう長いお付き合いでございますからね。声張ってんな。長谷倉さん、すみません、じゃあお疲れ様です。片付けない、じゃあ拙者もすみません。はい、いただきまーす。ラッツェッコ。あー、うまいよ、お酒。うまいよ。長谷倉さん、ありがとう。夏までくれて。夏うまいですから、ぜひ食べてくだされ。あれ、どっかでいただいたんですか？結構年に何回かいただくんですよ。あ、いいな。僕もね、実は農業芸人っていうのがね、はいはいはい、宮城県に毎年来てて、はい、なんか、ね、今年の農業芸人全然野菜くれない。お野菜さんも？そう、お野菜太郎もくれないんですよ。あと、なんだっけ、なんだっけ、飯島、飯島さん。なんだっけ、飯島の芸名の由来知ってます？なんで、なんだっけ、飯島だか。でも確かに前は飯島さん、あのフルネームでしたよね。そうなんですよ。なんだっけ、わかんない。あいつは、あそこに長らく住んでんのに、誰にも覚えてもらえなくて、名前を紹介してくれる司会者の方が、お野菜太郎さんと、なんだっけ、ね。で、もうなんだっけ、飯島になったらしくて。マジか。そうなんですよ。だ、全然ね、農業芸人が今年野菜持ってきてくれないから、催促してみようかなと思って。じゃあ、拙者のあの、カゴでね、自家用カゴでズボンの場行きますか。車じゃない、カゴで行くんだ。カゴで行くから、カゴで。確かに、K のカゴですけど。K のカゴ、 K のカゴでよければ。マジか、はい、今日は良かった。今日はね、本当にずっと家にこもって動画の編集をしながら、シチューをチビチビ食べて終わろうかなとか。でも、拙者も今3つぐらいこの時点でアップされてると思うんですけど、はいはいはい、大変だろうなと。いや、でも拙者も毎週水曜日の夜に長谷倉ナイトって歴史講座を1時間ぐらいやってるんですけども、あれをこう YouTube 化できないかと、こう少し考えてるところがあって。いいじゃないですか、いいじゃないですか、やった方がいいですよ。でもすごい大変そうだなと思って。クソ大変なんで。多分誰か編集してくれる人は別につけた方がいいと思います。なるほど。僕全部一人やってんで、あれを全部一人で。でもありがたいことに、この YouTube 始めたから、いろんな人からの心配のメールをいただいて、食えてるかとか、いつでも打ち来いよとか言って、いつでも打ち来いよって言ってくれる友達が神奈川県のやつなんですよ。旅費だけで。そうだから、こうやってね、身近にいる長谷倉さんとかが買って、ね、たまに飲ましてくれるのありがたいな。いやいやいや、かたじけないことでござる。長谷倉さん、来週の水曜日も俺空いてますよ。来週の水曜日、拙者長谷倉ナイトでござった。あれま、すみません、長谷倉さん、ごちそうさまでした。いやいやいや、こちらこそ。すみません、素晴らしい夜ありがとうございました。片付けない、頼ってしまって、すみません。いや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 。もう一緒に入れるだけで幸せでございます。うわー、よう言ってくれますな、本当に。片付けない、そんなこと言っちゃうと俺、毎週頼りますよ。じゃあ2週おきで。各週で。ちょっと今度、正式にちゃんとあれですよ、伊達武将隊チャンネル作るか、長谷倉チャンネル作るか。そうですね、もしかも長谷倉チャンネル作ってね、もしかも長谷倉の中の人チャンネル作る。中の人って何言ってるか分かんないけど、いえ、中の人はいないかもしれない。また今日はごちそうになっちゃった。はい、長谷倉さんでした。チャオボナノって。ただいま。さあ、帰ってきました。いやー、長谷倉さん、ありがとうございます。差し入れいただいちゃいましたよ。ナス。
1234567 7ナス。何に使おうかな。バルログ。まあ今日はとりあえず1円も使わずに済みましたし、お腹もいっぱいなのでこの辺で終わりたいと思います。というわけでまた明日。あんね。